そこにいるのは誰でありますか？私のこと、わかる？髪は黒。外見から推定される年齢、性別は14、5歳の少女。ですが、熱センサーが何も捉えていません。あなたは、シャドウとは違う。一体、何者でありますか？そうだよね。覚えてないよね。今の私は、一部の記憶が不完全ですが、わかる限りでは初対面であります。なるほど。禁足ってそれ自体忘れちゃうんだ。禁足？いいの、気にしないで。はじめまして、アイギス。はじめまして。あなたが再起動してからもう2ヶ月ね。新しい環境にちょっとは慣れた？任務に支障のない程度には順応していると思います。毎日はどう？楽しい？こちらへ来たことで、対シャドウ兵装としての本来の役割に戻れましたので、充実しているであります。違う違う。そういうことじゃなくて、日常のことよ。日常？暮らしっていうか、みんなとこの寮で過ごしてる時間のこと。そうだ、学校にも行ってるんでしょ？はい。私立月光館学園高等部第二学年 F 組に所属しているであります。そっちの方は？楽しい？はい。いくつきさんが言われた通り、コミュニケーション負荷の高い場所での活動は非常に興味深いであります。いいなぁ。ねえ、アイギス。はい。あなたが毎日どんな暮らしをしているかもっと知りたいの。実は今日はそのお願いに来たのよ。お願いですか？だってようやく再起動したと思ったら、あなたの胸のパピオンハートがすごくドキドキ高鳴ってるんだもの。いても立ってもいられなくて、少しの間でいいの、あなたと一緒に過ごさせて。あなたの素敵な日常を私にも見せてね。消える。待ってください。あなたは。またね、アイギス。今の人は一体。いえ、人とは断定できませんが、視覚系統の不具合なのでしょうか。日の出の時刻を経過。スタンバイモードを解除。これより9月14日月曜日の活動を開始します。最初の任務は2時間後にリーダーの起床を促すことであります。5分前行動。ドラマ CD ペルソナ3デイライト。